食の和赤いは健康レシピ、白菜の米粉シチューの作り方を紹介します。4人分の材料です。鶏肉 120g、 チューブのおろしにんにく 2cm くらい、白菜小さいもの6分の1個、人参2分の1本、玉ねぎ2分の1個、じゃがいも小さいもの1個、しめじ1株、ブロッコリー大きいもの2分の1株、サラダ油小さじ1杯、水 400ml、 コンソメ 5g、米粉大さじ3杯、牛乳 400ml、 バター 5g、 塩小さじ4分の1杯、粗挽き黒胡椒少々です。今回の赤岩さん食材は白菜です。白菜は冬が旬の野菜です。水分が多いので栄養価が低いと思われがちですが、体の余分な塩分を体の外に出す働きがあるカリウムを多く含んでいます。白菜の栄養素は水に溶け出しやすいので、汁ごと食べる料理にすると栄養素を逃がさず摂ることができます。白菜にはカルシウムの吸収を助けるビタミン K も含まれているので、白菜と牛乳を一緒に摂ることでカルシウムをしっかり吸収することができます。では作り方を紹介します。白菜は葉と軸に分け、葉は食べやすい大きさに、軸は5センチ幅に切ってから繊維に沿って細長く切ります。人参は乱切り、じゃがいもも乱切り、玉ねぎはくし形切りにします。鍋にサラダ油小さじ1杯を熱し、一口大に切った鶏肉とおろしにんにくを炒めます。鶏肉の色が変わったら人参、玉ねぎを加えてさらに炒めます。野菜がしんなりしてきたら、じゃがいも、白菜の軸、しめじの順に加えて炒めます。水を加えたら白菜の葉も加えて煮ます。米粉大さじ3杯に牛乳 200ml を少しずつ加え、ダマにならないようによくかき混ぜておきます。米粉と牛乳を混ぜたものを加えてよく混ぜ、残りの牛乳 200ml とコンソメ 5g も加えます。とろみが出るまでよくかき混ぜたら、バター 5g を加え、塩コショウで味を調えます。仕上げに茹でたブロッコリーを加えたら出来上がりです。米粉シチューは市販のルーを使わないので、塩分や油も少なく済んでヘルシーですよ。さらに鍋に油がこびりつかないので洗い物も楽です。また最後に味をつけるので、とりわけ離乳食も簡単にできます。白菜の米粉シチューをたくさん作ったら、次の日のメニューにドリアはいかがですか？グラタン皿にご飯を盛り、シチュー、ピザ用チーズ、パン粉をかけ、トースターで3分から5分焼くだけで簡単にドリアができるので、ご飯作りが楽になります。ぜひ作ってみてください。1日の野菜摂取の目標量は 350g です。白菜の米粉シチューは1人分で 100g の野菜が摂れます。最後に赤いは1日5皿の野菜料理を食べる合言葉をお伝えします。赤岩市では毎日ベジという独自の合言葉を作り、
1日5皿を目標に野菜料理を食べるよう呼びかけています。ま、毎食食べよう。い、いつもより1皿プラス。に、煮てチンしてかさを減らしてたくさん食べよう。ち、ちょっとずついろんな種類の野菜を選ぼう。べ、ベジファーストでいただきますをしたらまず野菜から。じ、上手に活用、冷凍野菜や作り置き。料理を作るとき、食べるときにこの合言葉を思い出してください。